はいどうも皆さんお勤めご苦労様ですということで今日の出来事を見ていきたいと思います今回はですね打ち切りの可能性も24時間テレビ成功のために日テレがすがる安子の好感度と旧ジャニーズのサプライド出演ということでですねえー、日テレの24時間テレビついにですね打ち切りがささやかれているということでですねもう長年偽善番組としてですねえー、日テレの評価を下げてきた24時間テレビ もう日テレのためにもさっさと終わらせりゃいいだろうというふうに、えー、思われてきたわけなんですけども、まあ日テレサイドがですね、なぜかですね、えー、必要に、えー、24時間テレビを放送し続けてきたということでですね。 はい。えー、まあ、かつては障害者側の意見からですね。えー、あれは感動ポルなだと,と言われたりですね。まあ、あとは毎度毎度ね、毎年やってる真夏のマラソン企画、もうやってる意味がわからないと、単なる虐待だよと、タレントはね、やんなくてもいいですね。<laughs> えー、苦しい、えー、様というのを見せてみてですね。 そこまでして募金が欲しいのかという感じでですね、えー、なんか勘違いしないか日本テレビはという話なんですが、ちょっと募金のあり方というのをね、もう一度見直した方がいいんじゃないかと思いますけども、まあ、あ募金をね、チャリティー番組で募っておいてですね、えー、タレントにギャラを配っているとか、日本テレビ側に収益が出ているとかですね、まあそういうところも批判されていてですね、海外だったらチャリティー番組というのは、 まあ、タレントというのは、ああ、ノーギャラで出演するし、まあ、当然、テレビ局側にも利益はないというのが当たり前と言われている中ですね、えー、相変わらず日本テレビがこの、ああ、募金と囲つけてですね、集金企画を行ってきたこの24時間テレビなわけなんですが、まあ、ついに打ち切りということでですね、えー、ぜひそうなってもらいたいなというふうに思います。まあ、今年はフジテレビの27時間テレビの方がですね、えー、例年になく好評で視聴率も良かったということで、まあ、粗品がですね、えー、その、 おいろんなタレントに先輩芸人とかに噛みついたり、えー、YouTube でやったりしていることをですね、まあそのまんまあ27時間テレビでもやったみたいな感じですね、それがまあ、えー、今の世代に受けたと、まあアカシアさんまにもね、呼び捨てでですね、えー、なんか俺に説教するとか言ってたけどなんやねんあれというふうにですね、まあ冗談でも凄む姿というのはですね、なかなか新鮮に映ったんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、で えー、今回はですね、そんな、富士27時間テレビの成功の裏でですね、日、えー、テレの24時間テレビは窮地に陥っているという話を見ていきたいというふうに思いますが、スポンサーからの厳しい目、8月31日から9月1日に放送される日本テレビの24時間テレビが、47回目の今回もって終了になるかもしれないと、47回もやってたのかよという感じですけどね、はい、えー、もっと早く終わらせるタイミングがあっただろうと思いますが、 日テレ幹部が厳しい内情を明かす100億円規模の広告売上を叩き出す24時間は日テレの経営を左右すると言っても過言ではないほど重要な番組です。もそれがそもそもおかしいんだけどね。<laughs> えー、その広告売上を叩き出して日テレの、要はその利益になるからって言ってるわけでしょチャリティー番組で日テレの利益になるからとか言ってるのはもうこの時点で相当やばいこと言ってますね。えー、だからこそ今回も放送中止という判断もあり得なかったと。まあこの日テレといえばですね。 はい。この24時間テレビといえばですね、なんと去年までですね、えー、あるぞあるぞというふうに支えかれていたことが本当にあったということで、寄付金着服というのがですね、しっかり行われていたということが、明らかになりました。日テレ系元幹部を書類送検ということで、まあこれ去年もね、大々的に報じられましたけれども、日本海テレビジョン放送というもう悪名高きですね。 えー、このテレビ、えー、局の、まあ、男性局長がですね、えー、2017年から23年の計34回にわたり、えー、局内や金融機関口座で管理されていた寄付金約137万を着服した、えー、同社の資金約469万を応領したということで、24時間テレビで集められた募金、寄付金が、えー、しっかり着服されていたと。しかもこれ2023年9月ですからね。 これ去年ですから、もうこれバレてなければ今年もやっていたという話でね、えー、今年もね、俺のために募金してくれてありがとうとかですね、この着服していたやつはですね、思ってたんじゃないかと思いますが、まあこういうね、えー、チャリティー番組として一番あってはならないことを、えー、怒ってしまったというのが明らかになった後ですから、もうとっとと終わらせりゃいいんですけれども、今年も証拠でもなくですね、えー、24時間テレビでやるようです。 はい、えー。しかし今、その売り上げを支えるスポンサーサイドが番組に厳しい目を向けているんです。おせよという話ですけどね。長年にわたりメインスポンサーを務めてくれた日産とイオンが、あ今回の視聴率次第で広告出向を停止してしまうのではないかという話も出ています。ぜひしてくれと。何を今までまだ広告なんて出してんだという話でね。えー、もう今からでも遅くないから、もう今年のスポンサーも降りてくんないかというふうに思いますが。 メインの2社が降りたら、それは即番組打ち切りを意味しますと。まあ、日産、まあ、イオンはね、なんとなくですね、なんか T シャツなんかこうね、売ったりですね、なんか募金箱置いたりとかね、なんか結構大々的に協力してるいないとかイメージあったんですが、日産もそれぐらいメインスポーツさんだったんですね。何をしてんだかと、こんなことをしてるからトヨタに水をあけられるんだという話ですけども、はい、えー、それはカルロス・ゴーンに付け込まれるわという話ですけども、 スポンサーが基準となるのは昨年46回放送の視聴率だという。世帯平均11.3%、えー、個人平均6.6%と上出来とは言い難い数字だったがこれをクリアできない限り継続は難しくなる。いいですね。 前回が歴代35位、えー、歴代25位という、まあ、振るわない視聴率だったわけなんですが、まあ、これを上回らなければ継続が難しいということでね、もうぜひ日本のためにもですね、えー、24時間テレビを見ないというですね、えー、行動があね、えー、湧いてほしいなというふうに思いますが、今回の数字が大幅減になるようなら、スポンサーも番組の支援は終わったと判断する。えー、まさに正念場となった日テレだが、あ成功へのポジティブな要素は少ない。 去年11月、系列局、日本海テレビの局長に起こりね、寄付金横領事件。もう本当にひどい話です、これ、えー。証拠集めや裏取りに時間がかかったようですが、この時期の少林総研はタイミングが悪かった。放送前に再び事件が掘り返されてしまいました。はい、もうこれ24時間テレビ、今後も続けるんだったら、毎年ね、夏の風物詩としてですね、えー、募金が着服されていたという、えー、ですね、ファクトをですね、しっかり報じてもらいたいと。日テレは特にね、重点的に報じてもらいたい。 もらいた,たいと思います。鍵となるのはヤスコと旧ジャニーズ、えー、大谷翔平が購入した。 豪邸を報じ、ドジャースから出禁を食らったことも逆風になってる。これありましたね。えー、日テレと富士、えー、テレビがですね、その大谷翔平の、えー、まあ,あ、新婚カップルが住む、うん、豪邸というのをですね、なんかわざわざ家の周りまで行って、えー、家がどこにあるかも特定できるような情報をね、流してしまったということで、アホです、はっきり言って。はい、えー、日本のね、この、なんか、ワイドショー的な、その姿勢がですね、恥ずかしいというのがですね、ようやく分かったかという話。まあ、この件で大谷から怒られて、まあ、 えー、取材 NG だというふうに言われているという話で当たり前だという話ですけどね。はい。えー、まあ、この件はですね、フジテレビの27時間でも粗品からですね、えー、いきなりオープニング冒頭で、えー、富士のですね、このトップ連中がですね、こう出揃ってる時にですね、えー、大谷のこと謝れておいていうふうにですね、<laughs> いじってですね、えー、まあ、そのフジテレビ経営者があー笑ってたというのが結構ね、私は問題だと思いますけどね、神妙な面持ちで土下座しろという話なんですけども、 はい。まあ、富士テレビの姿勢というのも問題になってますが、まあ、日テレはより、えー、ひどいということのようです。現在、大谷は引っ越しをすべき準備をしているそうです。日テレは未だに公式にこの件について謝罪しておらず、視聴者の怒りを買っています。何様のつもりなんでしょうか、日テレは。 さすがナベツネがかつてタカが選手だというふうにですね、えー、野球選手に向かって言っただけのことはあるという話なんですが、もう大谷といえどもタカが選手がという姿勢でですね、もうナベツネね、もう未だに生きてんのか死んでんだかよくわかんない第2のですね、もう創価学会のね、えー、あれ、あいつみたいな、トップみたいなことでですね、<laughs> はい、えー、生きてんのか死んでんのかわかんないままですね、今もですね、生きてることになってるみたいな感じなんですけども、 はい。えー、とんでもないテレビ局ですね。少しでも視聴率を上回、向かせたい日テレにとって重要になるのが番組のメイン企画であるチャリティーマラソンに誰を起用するか、うんま。これをやめろよ、まず。募金番組やるのはまあ、まだいいとしても、このマラソンはもうやめていいだろうって話ですけどね、えー。芸人の安子に決まった背景を全室の日テレ幹部はこう明かす。 えー、今回このヤスコというですね、なんかこう、あんまりテレビ見ない人にはよくわかんないと思いますけど、まあ、その好感度の高い、えー、女芸人というのがですね、起用されたようです。元自衛隊の人ですね。えー、正式決定したの6月頃、それまでに,、えー、に徹底的に視聴者からの好感度や知名度を調査し、ヤスコに白羽の矢が立ちました。日テレの調査によると、ヤスコはマツコデラックスやチドに匹敵するほど人気があることが分かった。すごいですね。 というか、マツコデラックスってまだそんな人気あんの千鳥が人気あるっつのはわかるけど、マツコデラックスって私も、これがテレビに出始めてから今まで、大してなんか面白いとも思ったことないし、なんでテレビに出てるのかよくわかんないみたいなね、えー、感じなんですけども、まあ一部では結構人気です。それと同じぐらいの人気があると。すごいですね。もう今はもうテレビなんてですね、もうアンテナの高い人間は見てませんから、 はいえー、なのでね、そのアンテナの鈍い人間から評価されるタレントというのが今はテレビで人気があるんだろうという感じですね。はいえー、そういった状況なわけなんですが、しかも彼らに比べてギャラは割安やす実は安子サイドから内々にランナーをやりたいと打診があったと聞きます。ランナーを務めたあタレントはその後、優先的に日テレのバラエティ番組に出演できますからねということで。 いや、それが理由で、その、なんか、安子オーガーですね、そういう、なんか、後のオファーをですね、狙ってですね、えー、マラソンランナーをやりたいと言ったかどうかわかりません。これね、結構安子も叩かれてるんですよ。これ、もう最近はですね、もう大っぴらに、あの、ランナー、あーマラソンランナーも叩かれるようになりました。去年、ヒロだったかな はい。ヒロミもですね、なんか結構叩かれてですね、えーもう、もう叩かれ、見たくなかったら見るな、みたいな感じ、開き直って走ってたというのがありますけども。まあこれ、今回ね、私はヤスコというのはね、結構ね、あのー、まあそんなに叩か、叩くことはないんじゃないかと思います。と、えー、いうのはですね、この、このヤスコというこの女芸人なんですが、えー、もともとですね、児童養護施設で育ってたみたいですね。 はい、えー。そこに、えー、そこでこう、住んでいた経験があってですね、今回そのマラソンの間になんか QR コードが出るらしいんですけど、その QR コードからあ募金される額についてはすべて、えー、養護施設に寄付されるということが、まあ、決まってるようで、えー、安子はまあ養護施設の出身なんで、それに協力したいと。もしかしたら安子サイドからそういう企画を えー、持ってき、持ち込んだという可能性すらあるという感じなんですが、まあそういうね、その事情がありますんで、私はこの今回に関しては、まあ安子のね、えー、その養護施設への募金を、まあもっとね、こう、集めたいというようなところはですね、評価したいというふうに思いますけども。 はい。ええー、まあもうすでに安子には、まあ結構誹謗中傷の声というのがあってですね。ええー、まあもう見たくなかったら見るんじゃねえみたいな感じの、まあ対応になっているということのようなんですが、まあ私は今回に関してはね、安子は応援してもいいんじゃないかと思いますが、まあただね、その養護施設に寄付したいとなっても24時間テレビを介してですね、寄付した、しえ、知りたいとは、まあ全く思わないですね。 えー、しかもそのマラソン以外のですね、その、要は募金のその入り口が2個あって、そのマラソンの間の募金は、 養護施設に行って、それ以外の募金は、じゃあ一体どこに行くんだって話ですから、そこはもう別の財布になっているようなんでね。まあそこからですね、そのタレントのギャラとかね、はい、えー、まああと番組、テレビ局の利益とかになっていくんだろうという感じですね。<laughs> とんでもない話ですよ、本当にね。えー、まあそういうわけでですね、今年も日テレ24時間テレビ、一応ですね、まあ夏の終わりの8月31日9月1日というですね、若干ね、その真夏のまあ、 えー、今の時期より、えー、少し、まあ、あ秋口に向けての放送ということで、多少は配慮したというふうに言えるかもしれませんが、それでもこんな暑いですから、もうこの,もうこのね、えー、もう最近は9月でももう随分夏、もう10月まで半数で来てるみたいなですね、時代ですからね。はい、えー、どれだけ気温に影響あるかわかりませんけども。 まあ、今年も24時間テレビでね、日程が、まあ、偽善的な番組を行うということで、えー、もう、とっととね、えー、もう、やめてもらいたいその。そんなに24時間テレビやりたいんだったら、このままね、えー、もう、放送の権利も失ってテレビ局としてなくなってもいいんじゃないかというふうに思います。というわけで、本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。